中日トルコ共和国大使館を示すプレート中日トルコ共和国大使館はトルコが日本の首都東京に設置している大使館である在東京トルコ共和国大使館とも呼ばれる1924年7月7日オスマン帝国に代わって成立した民主主義国家トルコ共和国を大日本帝国が主権国家として承認し日本とトルコの外交関係が樹立された 1925年、中日トルコ共和国大使館が開設される。1925年から1929年にかけて、フルシフアット・トゥガイ大理工士が中日代表を務めた後、1929年から1931年にかけて、ジェバ・トエジネが初代中日大使を務めた。1945年1月6日、日本とトルコの国交が断絶。 同年2月23日、トルコが日独両国に対して宣戦布復刻する。同年8月15日、第二次世界大戦の敗戦により、大日本帝国が崩壊。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発効により日本国が再独立。トルコも同条約締結国のうちの一国。同年5月14日、 トルコ大国民議会がサンフランシスコ平和条約を承認して日本とトルコの国交が正式に再開される。同年内に中日トルコ共和国大使館が再開され、イッツェト・アクサルルが戦後初の中日大使に就任した。2021年5月27日よりコルクットギュンゲンが特命全権大使を務めている。歴代大使からは閣僚を排出している。 1939年から1943年にかけて中日大使を務めたアフメト・フェリトテクが財務大臣と内務大臣を歴任しており、1963年から1966年にかけて中日大使を務めたメリフエ・センベルが外務大臣として奉職した。ありがとうございます。